日本の民間企業が月に無人探査機を送り込んでいたんですよね。4ヶ月ぐらいかけてゆっくり月に向かっていて、で、いよいよ着陸するかっていうところで通信が途絶えてしまったということがニュースになってるんですよね。だから結局失敗したと。で、会社が説明するには燃料が途中で切れて月面に衝突してしまったんじゃなかろうかというふうなことを説明されてるんですけど、まあ、物事っていうのは、こうやろなと。これが自然やなと思うんですよ。かなり難しいミッションですよね、月に。無人探査機を送り込むっていうのは。なかなか一発目で成功するって、かなり難しいことだと思うんですよ。これが僕は自然だと思うんですよね。今までの宇宙の話って、なんかもう、荒唐無稽すぎるんですよね。なんか物事っていうのは、いきなり成功することの方が絶対的に少ないと思うんですよね。いかに簡単なことであったとしても、いきなり成功するって難しいと思うんですよ。このペン回し。これも僕これ今こうペン回しできるんですけど、これ初めてやった人いきなり成功することってほぼないんですよ。失敗しながら少しずつどこがあかんかったかなって考えたりなんかして成功していきますよね。とか、逆上がりとかも、いきなり鉄棒を初めて握りましたっていう人が逆上がり成功するって多分いないんじゃないのかなというぐらいですよね。物事ってそうなんですよ。なんかやってみてここが悪かったっていうことで調整してここは直して、でまた挑戦してまた失敗したらここが悪かったで調整してってやるんですけど、なぜか宇宙の話だけはいきなり成功することが多いんですよ。かなり多いんですよ。その代表例がアポロですよね。あれ相当難しいと思うんですよ。今回のこの無人探査機以上に難しかったと思うんですよ。なんせテクノロジーが全然違うので、もう50年、60年前ですよね。なんか計算するにももう巨大なコンピューター、もう学校の教室丸々全部がコンピューターっていうぐらい大きなコンピューター使っていったと言われてるんですよね。それでもファミコンの演算能力より低かったって言われてるんですよ。それで、なんと初めて行って、初めて成功してるんですよね。その後立て続けに成功し続けるんですよ。これって信じれますかっていう話なんですよね。アポロ嘘なんじゃないのっていう話したら、そんな言ってる奴はアホだというふうに、こうバカにされたりするんですけど、いやいやどうですかと。論理的に考えてくださいと。確かに僕ら一般人には証拠がないので、状況証拠でしか、物事は測れないですけど、普通はこうですよねと。いきなり成功するって難しいですよねと。ライト筐体でさえいきなり飛行機飛ばしてないですよね。失敗するのが当たり前なんですよ。なのに、宇宙のことに関してはなんか日本もその小惑星になんか探査機飛ばして砂持って帰ってきたとかも、あれもいきなり成功してますよね。ありえますかっていう話なんですよね。まあその点についての真相はわからないですけど、ただこれでまたアポロっていうものがいかに嘘くさいかっていうことの状況証拠がまた一つ積み重なりましたということになったんじゃないのかなという、まあ民間企業が月に向かっていたんですけど残念ながら失敗しましたと。僕はこれ成功してほしかったんですよね。無理くり成功して映像なり何なり出してほしかったんですよ。で、それを突っ込むっていうことで、また動画のネタになるなと思っていたので、ぜひ成功してほしいなと思っていたんですけど、今回はなんか正直なのか何なのか失敗しましたというニュースが入ってきましたと。で、この失敗するっていうのが自然なことなんじゃないんですかと。月面にいきなり行って初めてのチャレンジで初めて人間を送り込むことが成功するっていうのが、どれだけ信じがたいことなのか、ありえないことなのか、信じがたいことだから感動的なんだっていう人いるかもしれないんですけど、それってあまりにも、なんていうんですかね、純粋な 心というのか、赤ちゃんのような、純粋な心を持ってる人だと思うんですけど、しかし、ほとんどの人々はアポロも本当だと思ってるんですよね。まあ、多分、掘り下げて考えてないだけだと思うんですけど、あっさりとこうニュースとか聞き流してるというのか、あ、そうなんだというふうにしか思ってないと思うんですけど、これ真面目に論理的に考えたら、これが普通なんですよ。何事もいきなり成功することって少ないんじゃないんですかと。
まあ、ということで、アポロっていうのがいかに嘘くさいかっていうことが、また一つ状況証拠が積み重ねになりましたという話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。